はい、今日は姿勢の改善にも役立ってなおかつ腹筋もしっかり鍛えられるワークアウトを紹介します。日頃日常動作でもこう片足に体重をかけたりして姿勢のバランスが崩れている人やまた腹圧を高めることにもつながるのでデッドリフトやスクワットなどで高重量を上げたい人にも非常におすすめの方法です。でリーチブリージングと呼ばれる、まあ、腹筋下腹の方法なんですけど簡単そうに見えて結構きついです。だから初心者の方は最初はもう3から5回とかその程度で大丈夫です。でやり方は壁に足をついて膝は90度に曲げた状態そして手を天井に向かって伸ばして鼻で吸って口で吐いていく方法で行っていきます。この時大きくしっかり息を吸ってその吸った空気を全て出すようにしっかり口から息を吐いていきます。しっかり大きく吸いながら下ろして吸った空気を全て口から吐き出していくようにこの時手も天井に向かってしっかり伸ばしていくような意識で行っていきます。大きく吸って息を吐きながらしっかり上体を起こしていく、まあ、手を天井に近づけて広げていって行ってください。で慣れてきたら6から10レップで2、3セット行ってみてください。まあ、非常に腹筋も強く鍛えられることが分かると思います。そのまま続けて頑張っていきましょう。ではいかがだったでしょうか。まあ、しっかり姿勢の改善も行われながら、まあ、体のアライメントも高めながら、腹筋を鍛えることができるワークアウトなので、ぜひ取り入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。